立憲民主党枝野の男が大炎上、消費減税は間違い。12日に立憲民主党の枝野さんが衆院選で消費減税を訴えたことについて、政治的に間違いだったと反省している。次の衆院選の選挙公約では見直すべきだと思っている。消費減税で勝てるんだったら、遠くの昔に社民党政権ができているなどと発言し、いわゆる左翼の皆様から、 部屋がし、ししし大炎上してましまいました。こちら、枝野さんはすでに10月28日の時点で消費減税は間違いだと主張されておられましたが、そもそも一時的に数パーセント消費税を引き下げたところでお金がなくて困っている方々にとってはほとんど効果はございません。110円が105円になったところで誤差ではないでしょうか。そうであれば、 現金やクーポンなどを支給した方がよく、また国民であれば生活保護を受給しやすくする運用の見直しも必要でしょう。そもそも立憲民主党などの悪夢の民主党政権の残党の皆様は、復興特別税についてまずは反省するべきなのではないでしょうか。災害で国民が疲弊しているのに、被災者にまで増税するというありえない失策、失勢であり、 このような増税を行った民主党に誰が投票しようと思うのでしょうか。そもそも政策の実現力がほとんどなく、国民の皆様は消費減税などを詐欺公約、詐欺マニフェストとしか見ていないのではないでしょうか。今、国民が有権者が必要としているのは、批判ばかり、反対ばかり、逆張りばかりのおかしな野党ではなく、自民党に 変わることができる政党でございます。おかしな野党の皆様には、民主党という名前を捨てる覚悟で、現実的な政策を提案し、与党と協力して、国民のために実行していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。